ごみずのお天皇、ごみずのお天皇、ごみずのお天皇、1596年6月29日、文禄5年6月4日から1680年9月11日、遠方8年8月19日は、日本の第108代天皇、在位、1611年5月9日、慶長16年3月27日から1629年12月22日、 寛永六年十一月八日。幼名は三宮、忌名は正人、こと人。御陽勢天皇の第三王子。母は関白大城大臣、豊臣秀吉の勇士で、御陽勢女王の中和門院、この江崎子。御陽勢天皇はかねてから第一王子、吉人親王、佐都市新入道親王を廃して、弟宮の八条の宮、都市人親王を建てることを。 望んでいた。だが、関ヶ原の戦いによって新たに権力の座を手に入れた徳川栄康も、またくらい継承に介入し、義人新郎の出家、皇位継承からの排除は認めるものの、これに代わる、次期天皇として、着出男子であった第三王子の正人新郎の擁立を求めた。最終的に、御用税天皇はこれを受け入れたものの、結果的には、 自己の希望に反して、家康の意向によって建てられた、正人新郎に対しても、吉人新郎と同様に冷淡な態度を取るようになった。慶長16年、1611年3月27日に、御用税天皇から上位され戦争。4月12日に、即位の礼を行う。だが、父、御用税上皇との不仲はその後も続き。 天ヶ谷・や板倉勝重の仲裁にもかかわらず、船川上皇の島続いた。江戸幕府は朝廷の行動の統制を目的として、慶長18年6月16日、1613年8月2日には、九月周波と直京支援波とを制定し、ついで、豊臣総家滅亡後の慶長を20年7月17日、1615年月9日には、 金中並区下書発都を交付した。以後、朝廷の行動全般が、京都諸市大を通じて、幕府の管理下に置かれた上に、その運営も、摂政、関白が町議を主催し、その決定を武家転送を通じて、幕府の承諾を得ることによって、初めて施行できる体制へと変化を余儀なくされた。これによって、設計以外の区業や条項は、朝廷の政策決定過程から排除され、 幕府の方針に忠実な朝廷の運営が行われることを目指していた。天皇が即位すると、大御所、徳川家康は孫娘、和子の受大を申し入れ、慶長19年、1614年4月に、受大戦時が出される。しかし、受大は、大阪の陣や元那2年、1616 16年の、家康の死去、雇用全員の放御などが続いたため延期された。 元奈四年、1618年には、女後御天の造営が開始されるが、天皇と長愛の女官、四つ辻四つ氏との間に、巫女、王女がいたことが、徳川秀忠に発覚すると時大問題視される。翌元奈五年、1619年9月15日に、秀忠自身が上落して、四つ子の振る舞いを宮中における不業績であるとして、和子時代を推進していた、武家転送。 広橋価勝と共に、これを追求した。そしてまでの工事厚房を、宮中の風紀の乱れの責任を問い、丹波国史の山に、入る、四つ子の実刑である、四つ辻末次、高倉次領を、文後国に入る。さらに、天皇側近の中御門先行、堀川康種、土御門久さを治むを、出資停止にた。これに憤慨した天皇は上位しようとするが、 幕府からの使者である、東道高虎が天皇を同活、四つ子の追放、出家を強要した、お四つ御両人事件。元那六年、1620年6月18日に、和子が女王子として受代すると、これに満足した秀忠は、今度は処罰した六名の赦面、復職を命じる大社を天皇に強要した。官営二年、1625年11月13日には、 巫女である、高人親王が誕生する。寛永三年、1626年10月25日から30日までに上場への行行が行われ、徳川秀忠と家光が上落、敗越した。寛永四年、1627年に、C 事件、家光の乳母である福、春日局が無意無感の身でありながら、朝廷に散大する金廃事件など、 天皇の権威を失墜させる、江戸幕府の行いに耐えね天皇は、官営六年、1629年11月8日、幕府への通告を全くしないまま辞書の教師内、新王、名将天皇に上位した、高人新王が溶接していたため、このことを事前に知られていたのは、福神の中身角先行のみであったとされる、次、喜び狂気、官営六年11月8日上、 一説には病気の天皇が治療のために急を据えようとしたところ、玉体に火傷の跡をつけるなどとんでもないと、帝臣が反対したために上位して治療を受けたとも言われているが、辻善之助等に代表される通説の幕府の横暴に対する天皇、朝廷の抵抗として上位に対し反論する、ほら富雄の説、天皇が休止を受けた前例、高倉、五浦領天皇もあり、 上位のための口実であるとされている。その一方で、中世後期以降に、玉体への近畿が拡大したとする見方も存在し、小花園の天皇の針治療に際して、お針をは玉体はばかるとして反対する意見が存在したとする記録、孔とみ下か2年10月7日上が存在し、その後針治療が行われなくなったとする指摘も存在する。また、霊元天皇が、 次三角を選ぶ際に、御水の法王の意思に反して一宮、後の精神法神皇を退け、長愛する朝、人志神皇、後の東山天皇を強引に立てたが、この時に、表向きの理由とされたのが、一宮が休辞を受けたことがあるであった。以後、霊元天皇までの四代の天皇の後見人として、陰性を行う。当初は陰性を認めなかった幕府も、 繁栄11年、百6 3 4年の将軍、徳川家光の上落をきっかけに認めることになる。その後も上皇、後に法王と幕府との確執が続く。また、東福門院、和子に対する配慮からご孔明、五歳、霊元の三天皇の聖母、猿光子、串毛、高子、猿国子に対するオンライン合造邸が、死の間際、その子の場合は、 ご公明天皇崩御直後に行われ、その父親、延期人、くしげ、竜イタス、縁起音への増音増感も極秘に行われるなど、幕府の朝廷に対する公然、非公然の圧力が続いたとも言われている。その一方で、本来は、近中外の存在である、陰性の否定を大朝廷の基本政策としてきた、幕府が、ご水のお上皇、法王の陰性を認めざるを得なかった背景には、 徳川家光の朝廷との協調姿勢とともに、東門院が夫の政治方針に理解を示し、その陰性を擁護したからでもある。晩年になり礼元天皇が成長し、天皇の若年ゆえの占領や不行績が問題視されるようになると、法皇が天皇や近親たちを抑制して幕府がそれを支援する、動きも見られるようになる。法皇の主導で天皇のもとに設置された御蕎麦衆。 後の偽装に対して遠方七年、1679年に、幕府からの薬料支給が見されたのは、その代表的な例である。遠方八年、1680年に85歳で、崩御し、千柳寺内の月林寮月の輪の御捧笹に葬られた。なお京都市上京区の小国寺境内には、御水ズ天皇の毛髪や葉を収めた、御水ズ天皇神はずかが現存する。 昭和60年、1985年7月12日までは、神話時代を除き歴代最長寿の天皇、宝御寺は法王でもあった。記録を抜いた昭和天皇は、御水の御天皇の時は平均寿命が短く、御水の御天皇の方が立派な記録ですと、コメントしている。日光堂将軍には、陽明門をはじめ各所に、 小水ずの天皇のご神筆とされる額が掲げられており、後に、板垣大輔が強行に、日光刀将軍の焼き討ちを要求する薩摩藩を説得する理由の一つとして挙げたとされる。見送り名により、小水ずのおと、追放された。水尾とは、聖和天皇の一生である。小水ずの天皇は、不和であった父、御用贅天皇に、乱行があるとして、 実質的に範囲に追い込まれた妖精天皇の妖精への加護号を降り、自らは妖精天皇の父であった聖和天皇の遺書、水尾の加護号を名乗るという意思を持っていたことになる。このような不死逆天の加護号は他に例がない。徳川光国は随筆、西山随筆で兄を押しのけて即位したことが聖和天皇と同様であり、この死号を自ら選んだ理由であろうと推測している。 イオクリナは、鎌倉時代の後佐賀天皇から南北朝、室町時代の後小松天皇にかけて、多くあったが、その後七代にわたって耐えており、後水野天皇のイオクリナは、後小松天皇以来、約二世紀ぶりである。このことからも、後水野天皇の強い意志が伺われる。また、生は源氏を称する徳川氏の上に立つという意志も見て、取れる。なお、後水野の,の読み方については、 現在の宮内町は、ごみ図の音としているが、江戸時代中期の古実学者、伊勢定城は、ごみの緒が正しいとしている。三朝木は、宮内町により、京都府京都市東山区今、熊野泉山町の千入寺内にある、月林寮、月の輪の三朝木に地上されている。宮内町上の形式は、石像九十頭。またでは、高殿、九三殿の一つにおいて、 他の歴代天皇、皇族と共に天皇の礼が祀られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。